はい、どうもお疲れ様です。今回はですね、結果を出すためのトリガーということで、ナミさんの方からメッセージを送っていただきました。私はね、この結果を出すトリガーのちょっと前の段階の、まあスタートするためのね、そのステップを踏む第一歩、こちらの方、トリガーとかね、それから何らかのスイッチを入れるっていう表現になると思いますけども、こちらの方についてお話ししようと思うんですよ。で、前提として私の方はルーチンっていうかね、どちらかというとフォームですよね、型を持ってるんですよ。生活の型とか、それから格闘技にしましても基本姿勢ってあるわけですよ。ファイティングポーズね。で、基本のステップがあって、常に何かイレギュラーがあった時にはこの基本に戻る、基本動作、基本動作っていう風にしてるんですよ。で、フォームですよね。基本の型、フォームに戻ることによって、また一から構築し直す、立て直すってことをやってるんですよね。だからこそ、この基本がずっと安定してるからこそ、スイッチを入れるときっていうのは、イレギュラーを自ら起こすための、まあ、勇気を出すことなんですよね。で、そういうふうにして、新しい行動っていうふうに、第一歩を踏み出していくと、第二歩っていうのは割と早く踏み出せるんですよね。多くの方がやっぱり物おじするのが、普段の暮らしから違った行動をすることなんですよね。じゃあネットビジネスやりましょう、 YouTube やりましょうって言っても、結局 YouTube をアカウント作ってスタートするまでものすごく悩んだり時間かかったりするんですよ。で、そういうのじゃなくて、とりあえず1秒でも2秒でもいいから動画をこの世の中に出してみるっていうふうなことを第一歩と決めると、普段の暮らしから YouTube の活動っていうのはないわけですから、その型ができてればね、スッと行って YouTube で何か乱れたことが起きても、普段の型に戻ってくれば、またやり直せるわけで、立て直せるわけなんですよね。まあ、こういうふうに私の場合は考えてるかなと思います。で、総じて考えてみると、その第一歩を踏み出せない方っていうのがいるとしたらね、このフォームができていないんじゃないかなと思うんですよ。フォームっていうのは具体的に言うとね、何時に起きますか、何時にご飯を食べますか、そして自分の必ず一日のうちにやることっていうのはどのタイミングでやりますかってことなんですよ。その場その場のノリでやるっていう風な不規則をやってしまうと、それこそ何らかのね、新しい行動っていうのは不規則の上に不規則を重ねることになりますので、まさに型が壊れやすいのかなというふうに思うんですよね。で、やっぱりね、暮らしがルーチン化されてる方、私に言わせればフォーム、基本動作ができてる方っていうのは、イレギュラーなことにも対処しやすいんですよね。で、何かで型が崩れても必ず基本動作に戻ってまたやり直すことができますので、まあ、失敗もね、尾を引きにくいということなのかなと思います。まあ、そういうふうな形で、私にもね、こう心理的なフォームっていうのはあるわけですよ。まあ、例えばね、あっちこっちに出かけていっても、我が家に帰って自分の部屋の自分のいつもの座る位置とか寝る位置にポンと戻ったら、ちょっと安心しますよね。外から帰ってきて、いろんな仕事があったり、いろんな用事があってね、外から帰ってきて、シャワーを浴びて、部屋着に着替えて、いつもの席にポンと座ると安心すると思うんですよ。それがフォームなんですよ。で、これを24時間355日、あらゆる瞬間にフォームを持っているってことです。例えばね、夕食では誰と一緒に食べるのかとか、どんなメニューが出てくるのか。ちなみに、私のところは自炊なんですけども、おかずのメニューって毎日同じなんですよ。ね、納豆があってね、もずくがあって、それから青野菜があってですね。で、今でしたら南京があるんですよね。かぼちゃ、かぼちゃの煮物があって、それからメインディッシュが一品あって、味噌汁があって、で、お茶があるみたいな感じで、大体このようなね、少量多品種で7個の小さな小鉢を用意してるんですよね。で、そしてイレギュラーでひじきが入ったりとか、また煮魚が入ったりとかっていうのはあるんですけども、それはあくまで全体の中の小鉢の中のプラス一品のイレギュラーなんですよ。そういうふうに少量多品種って言って、これだけのちっちゃい小鉢に一口二口ぐらいのおかずが7種類ぐらい乗っていて、それで全部をね、一つの食事としていただくって形ですね。そのフォームを守っていると、いろんな食材をね、つまむたんびにちょっと味の感覚が変わったらね、分かりやすいんですよ。で、ちなみに調味料ってほとんどありません。なんか醤油ぐらいですかね。本当にドレッシングみたいなね、油の塊とか全く使ってないんですよ。調理にはほとんどそういった調味料を使わずに、本当にさしすせそぐらいですかね。酢だって使わないですね。砂糖もほとんど使わないと。塩も振ることはないかなと。全て食品の素材の味を楽しんでるんで、だから同じところで買うようになるんですよ。同じところで同じ産地の同じものを食べると、その食に関してずっとね、ベテランになっていくわけですよね。
こっちが安い、あっちが安いっていう風にいちいち仕入れ先を切り替えちゃうと、またその味の感覚とか変わってくるんで、これまた不規則かなと思います。ちょっと私の自炊の話までしちゃいましたけども、そのぐらいフォームにはこだわってね、常に同じことをずっとするのを基本にしてるんですよ。だから特別なことをするときに、本当にね、不規則なところから飛び出さないところでね、打ちやすい、やすいのかなっていうところと、あと、家をね開けてイレギュラーな旅行などのね、特別なことをした後でも普段の暮らしに戻すのがすごく早いんですよね。帰ってきて荷物を解体して、で洗濯機に入れたりとかね、それぞれの小物を元の位置に戻して、でいち早く自分の元通りのフォーム、元通りのフォームってのはもうカチッとできてますから、そこに当てはめていくだけなんですよね。でも基本の暮らしができてないと、その基本の暮らしとされているものに戻すのにものすごく時間がかかってね、なんか旅から出てきた荷物がその辺に未だにね1週間経っても2週間経ってもね広がったままになっているみたいなことになって、それで乱れ続けるのかなと思います。まあゴミも基本的に毎日処理してたりとかね、本当何もないですよ毎回毎回で。子供が散らかしたものってのは片付けるんだけど、基本的にはねそのままにしておいて、子供には散らかした後のこの行動をねそのまま続けていけるように、それから片付ける習慣でのやっぱこう教えてもいかないといけないのでね、徐々に私が手を下す瞬間はなくなってきてるかなってことでございます。つまらない話しちゃいましたね。まあ今回はフォームがあるからこそトリガーが引ける、スイッチが入るという、まあそんなまとめ方にさせていただきました。ありがとうございました。